吉田さん、まあどこも同じなのかなっていうところありますけどもね。何が同じかっていうと、その日本ってこの閉塞感があったりとか、同調圧力があったりとかね、それから陰謀論が渦巻いていたりとか、それからまあ中間層ね、40代とか50代とかがなかなか就職とか収入に苦労しているみたいなところがあると思いますけども、実はね、別にアメリカとかヨーロッパも同じような環境らしいですよ。だから成熟した国家とか人が集まってできるその思考っていうのは、全体像っていうのはどこも大体似通ってくるんですよね。で、日本ではよく出る杭は打たれるみたいなことがあって、ちょっとね、儲かり始めた会社とか、ちょっとなんか目立ってきた人がいると、なんかアンチが出てきて、で、それが国家権力がね、ちょっと介入してみたいなのがあったりとか、いろいろするわけですけども、それは別にアメリカでも同じようにあるみたいで、イギリスでも、それヨーロッパ各国でもあるみたいなんですよ。まあ、つまりはどこもかしこも、大体似たような感じになってきて、その一部極端なところを取り出して、海外はこうなんだよっていう人がいるのも別に一緒でね、未だに日本人はみんなね、空手レスラーみたいなね、みんなが空手やってるみたいに勘違いしたりとか、舞妓さんがいたり芸者がいたりみたいなことを誤解されてるみたいでね。で、未だになんかね、まだ日本人っていうのは金持ちだみたいな幻想もあるみたいなんですよ。だからやっぱりね、私たちが思い描いているイメージっていうのは、間違いな部分は多いんだけども、みんなでその間違いを共有しているから、間違いが本当のように感じてしまう幻想っていうのがあるんでしょうね。この同じっていう、まあ、そこを抜け出した人が、まあ、自分だけの世界を少しずつ作っていけるかなってところで、まあ、私なんては自分のね、世界ってのマーケットってちっちゃいんですけども、でもちっちゃくても一人なんで十分やってきますよね、吉田さんね。で、都市部とか田舎っていう関係も同じように、海外でも都市部とか田舎っていうのは必ずあって、結局都市部でね、なんか夢を追って集まってきた人が現実に気づいた時にはやっぱり田舎の方に戻っていくみたいで、高い収益を上げた会社の人も田舎にね、豪邸作ったりするわけですよね。都市部に豪邸ってのはあんまりなくって、やっぱ人ってのは活動するところと休息するところってのが、まあそれぞれ必要なのかなと思いますし、同じところで活動と休息ってのが理想の形なんでしょうけども、だいたいこう活動場所ね、都市部に行って消耗して終わってしまうみたいな、でも力尽きて癒しを求めてね、故郷に帰るみたいなことがあるんでしょうね。で、錦を飾るために故郷に帰る方もいると思いますしね。マトリックスアフィレートね、懐かしいですね。まあでも、その結果が全てってことを考えたら、今日をどのように過ごしているのかってことが自分の全ての今までの人生の総決算なんだろうなと思うんですよね。で、今日もう暑いっすね、本当に暑い。田舎だろうと都市部だろうとこれ暑いですよ。でもなんか田舎のいいところはね、田んぼの方に行くと、田んぼで冷やされた空気がそーっとね、風になって吹いてくるんで、頭の上からは暑さが来るんですけども、横からはね、涼しさが来ていって、ちょうどいい感じで空気がブレンドされるかなってことです。まあただ風が吹かないとただ暑いだけなんで、それこそ田んぼのね、水も茹で上がってザリガニが浮いてくるみたいなね、冗談もあるみたいですけども、いや今日も一日始めていきましょうか。いってらっしゃい。同じく。